ープニングアクトということで、しかも乗客皆さんと保護者さんが登場された後に、多分きっとこのブラインドネスのメンバーが先にこの六本木ヒルズアリーナのステージに登場されると思います。さあ、今年もですね、本当にですね、多くの作品が東京国際映画祭では上映されます。特別招待作品もそうですし、もちろんアジアの方もあります。そして日本映画館の視点もあります。それからアニメのですね、上映ということでもとっても人気の高いですね、こういったものもあります。さらにやはり音声ショー部門、今年も注目していただきたいですね。日本映画では歌い方教室で随分生まれているんですけど、その作品が今音声ショーに上がったということで話題になっていますけれども、いろいろと今回も見どころ満載の東京国際映画祭、今年は10月の18日、オープンスタジオに行きます。今回は、オリンピックのファーストページです。そして、予約をいただきまして、約500名分のメインカフェが設置されています。なんだって皆さんに思われていると思うんですが、ナチュラルティフというですね、今は情報がありましたので、ミヤキャットとライブルともに、ミヤキャット君が今日はこの車に乗って登場してくれています。Thank you.
それでは麻生総理から一言皆様にご挨拶をお願いできますでしょうか。数えて21回目東京映画祭おめでとうございます。それでは今井さんにお願いします。東京映画祭ご参集いただきました皆さんに感謝します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。内閣総理大臣麻生太郎様、そして経済産業大臣の二階俊博様、どうもありがとうございました。続きまして、ポニーレオンさんです。特にだけじゃなくて映画祭をみんなで盛り上げてください。